本をご利用くださいましてありがとうございます。この特別放送は宮城県出身乃木坂46久保史緒里が担当いたします。この列車には車内販売や自動販売機はありませんのでご了承ください。お客様にお願いいたします。一人でも多くのお客様が座れるよう荷物は席の上には置かず荷物置き場などをご利用ください。お客様のご協力をお願いいたします。目的地までの短い時間ではございますが東北新幹線でのひとときをごゆっくりお過ごしください。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。次は福島に停まります。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。大きなお荷物は揺れで動いたりリクライニングができなくなるような置き方はしないようご配慮をお願いします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。お客様にお願いいたします。車内ではキーボードの操作音、携帯ゲーム機とイヤホンからの音漏れなど周りのお客様の迷惑にならないようにご配慮をお願いします。お客様のご協力をお願いいたします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。大きなお荷物は揺れで動いたりリクライニングができなくなるような置き方はしないようご配慮をお願いします。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。次は宇都宮に停まります。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。缶やペットボトルなどのゴミは放置せずデッキのゴミ箱をご利用ください。すべてのお客様が快適にご利用いただけますようご協力をお願いいたします。この特別放送は栃木県出身乃木坂46の垣春香が担当いたしました。引き続き東北新幹線での旅をお楽しみください。この列車は東北新幹線やまびこ号東京行きです。次は大宮に停まります。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。お客様にお願いいたします。安全のためホーム上や列車内では歩きながらの携帯電話やスマートフォンのご使用はおやめください。すべてのお客様が快適にご利用いただけますようご協力をお願いいたします。この特別放送は埼玉県出身乃木坂46の田村真由が担当いたしました。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく上野です。お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。長らくのご乗車お疲れ様でした。上野を出ますと終点東京にはすぐに到着となるため特別放送はこの放送が最後です。東北新幹線の次回のご利用をお待ちしております。東京都出身乃木坂46の山下美月でした。